メトロイドフュージョンは2003年2月14日に任天堂から発売されたゲームボーイアドバンス用アクションゲーム。2011年12月16日には任天堂 3DS 本体を同年8月10日の値下げ以前に購入したユーザー向けの措置アンバサダープログラムの一環として任天堂 3DS 用バーチャルコンソールの配信が行われ。 2014年4月30日には Wii U 用バーチャルコンソールとしても配信された。前作スーパーメトロイドの発売から8年後に発表されたメトロイドシリーズの第4作目。作中のオープニングデモではメトロイド4と銘打っている。シリーズの時系列としてはメトロイドアザー M の後で最も未来にあたる。前作では文章による説明があまりなかったが、 本作では多く取り入られるとともに、表示される文章の内容を、子供にわかりやすい内容で、文字をひらがな、カタカナを多く使用した子供向け、作品のシリアスな雰囲気に合わせた大人向けの2種類、またゲームの難易度もイージー、ノーマル、ハードの3種類から選択することができる。これらのシナリオイベントシーンでは、タイムアタックにおける実感は経過しない仕様となっている。 子供向けの難易度の一つである、優しいは日本語版のみであり、さらに、クリア後は、ギャラリーモードが追加され、選択した文章モード、難易度、エンディングまで用意した時間、アイテム回収率によって、ギャラリーモードの絵が、少しずつ解禁されていく。また、日本語版のみ、子供向けの一枚絵は、当時、月刊マガジン Z で連載していた、サムスの過去に関する漫画を元にしており、 イラストも同漫画を執筆した石川賢治が担当している。ゲームシステムは基本的に前作を踏襲しているが、本作独自の変更点も存在する。本作では敵を倒して、擬態を解除した X を入手することでエネルギー及びミサイルなどが回復するようになっており、X は吸収しないとあちこち動き回り、最終的には逃げ出したり、サイド別の生物に擬態してしまう。 またサムスの潜在能力の取得も、もともと所持していた能力を特殊な X を吸収して、覚醒させる、もしくはデータルームと呼ばれる施設で、能力データをダウンロードすることで入手できるものになっている。ステージの舞台は、宇宙ステーションのブロック区域に分けられた、様々な環境エリアであり、基本的に、ナビゲーションルームと呼ばれる施設から各エリアの指令を受け取って、 物語を進行していく。行動がすべてプレイヤーの考えに依存していた前作とは異なり、指令によって次に何を実行するべきなのか明確になるため、メトロイドを初めてプレイする初心者に配慮された仕様となっている。日本で本作の発売から2週間後の2003年2月28日に発売されたメトロイドプライムには、 本作の設定資料を閲覧できるモードや GBA ケーブルを用いて本作と連動させることでシリーズ第一作目メトロイドがプレイ可能となる要素が含まれている。なお北米では本作とメトロイドプライムが2002年11月15日に同時発売された。各詳細はメトロイドシリーズ設定の項も参照。電源がダウンしている場合はハッチが起動せず、 ほぼすべての施設が使用できない。本作では e ージーモードの場合一部の攻撃を使用しないと難易度によってボスの行動パターンが一部変化する。ボスのほとんどはサムスが持っていた能力のいずれかと類似した攻撃手段を持っている。ありがとうございます。